サッカー FIFA ワールドカップ W 杯カタール大会で日本代表を率いた森保一監督54が12日、フジテレビの朝の情報番組目覚ましテレビ月曜から金曜前後25に生出演した。1次リーグ E 組ではドイツ、スペインを破りグループを1位で通過。決勝トーナメント1回戦ではクロアチアに PK 戦で敗れたものの、世界の強豪たちと渡り合ったチームに国内外から称賛の声が送られた。大会を振り返り、勝利が絶対条件となったスペイン戦のゲームプランについて、90分ハードワークはもちろんするんですけど、マックスのパワーを90分使うのではなく、前半相手のことを受けながらも後半ギアを上げるという戦いがいいかなと思っていた、と回想。1対1の後半6分に三笘が左サイドから折り返し、MF 田中碧の勝ち越しゴールをアシスト。諦めずに走り込み、エンドラインギリギリで足を伸ばした三笘のプレーは、三笘の1ミリと称賛を浴びた。試合ではビデオアシスタントレフェリー、VAR の映像で、ボールが線上に残っていることが証明され、得点が認められた。判定を待つ間の心境を聞かれ、入ってくれ、VAR 認めてくれって思ってたんですけど。カオルが近くにいて、多分エンドラインを出ましたって言うからと半分諦めかけていたやり取りを明かし、スタジオからそうだったんですかと驚きの声と笑いが起こった。一方、 VAR でゴールが認められ、いやーもうラッキーだなと思いましたと苦笑しながら語った。運が良かったは本音かもしれないけど、ただ諦めずに可能性にかけて飛び込んできたのも事実だし、その動きが体現できたことで判定にまで持ち込んで結果的にゴールになった。そこは三笘選手含めてピッチ上の選手たちを称えるべきですね。諦めずに最後までボールを追ったことがあのゴールにつながったことは間違いないが、それ以上にあの角度から正確にボールを浮かす技術がすごい。運が良かったって本人が言っているようだけど、確かに1ミリメートルは運と言ってもいいのかもしれない。ただその運を引き寄せたのは本人で努力あり、出ていたかもしれないって思っていても諦めずにボールを追った三笘の判断が日本を勝利に導いたのだから、誇ってもいいと思う。スペインの DF が動きを緩める中、信じて走った田中もすごい。逆転してもすぐに切り替えていた姿勢について、常にあの試合だけではなくて点を入れても入れられたとしても試合は続いていくので、90分間ロスタイムを戦った先に勝利があると思っている。プレイしている本人は出ていると思ったでしょうね。目視で確認できるレベルではなかったですからね。ボールがアウトしていてもしていなくても、最後あそこに飛び込んだ三笘選手はすごいと思うし、ゴール前に詰めていた田中選手もすごい。結果、ゴールが認められたわけですが、三笘選手が森保監督に出てたと思いますって言ったのはうなずける。そしてラッキーの感情もよくわかる。過去の試合だったら、アウトとみなされていたプレーだったということでしょう。ルールに厳密に従えばいいんだったとしても、審判がその一瞬を目視で正しく確認できるかというと難しいでしょう。これまでのゲームが、ボールがほとんど出ていればアウトにする、という判定で行われていたため、三笘選手も経験的にアウトと判断したのでしょう。今までなら該当しなかった状況でも、機械判定によりオフサイドとなったケースが多発したのと同じです。ラインを割らなかったのは三笘が最後まで諦めずに全力で追ったから必然だけど、テクノロジーが発達した時代にこのプレーが起きたことは確かにラッキーだったかな。
4年前だったらライン割ったって判定されてるかもしれないし、何にせよ執念が報われてよかった。